絵本専門誌大竹亮の絵本紹介コーナーです。今日はゲストに船橋弘樹さんを迎えました。船橋さん、お願いします。はい、お願いします。改めまして、俳優の船橋弘樹です。よろしくお願いします。船橋さんはいつもどんな活動されてるんですか？はい、僕は今舞台を中心に活動してまして、今だと 2.5 次元と言われるアニメとか漫画とかが原作の舞台などが主にやらせていただいてます。はい、そんな船橋弘樹さんに今日はおすすめの絵本を紹介していただきたいと思います。はい、はい、何の絵本でしょうか？僕のおすすめの絵本は3匹のヤギのガラガラ丼という本です。こちらの絵本の見どころはどんなところでしょうか？この絵本の見どころはやっぱりヤギとトロルが、怖いトロルがね、橋の下にいて戦うところね。本当にちっちゃい時僕これ怖かったんですよ。絵本男子のイベントとかで実際に子供たちの前で読み聞かせする機会があったんですけども、その時にもう読み聞かせたら楽しくなんか聞いてて、今のなんかちっちゃい子供たちはもうなんか強いんだなって思って。そうですね、ちょっと怖いもの見たさみたいな感じで楽しんで、うん、いただける絵本かなと思います。で、はい、こちらの絵本はノルウェーの昔話っていうので、違う国の昔話っていうのと、絵がすごくちょっと怖い感じのね、可愛らしい絵ではないんですけども、はい、逆にこの3匹のヤギのガラガラ丼のトロルとかヤギの戦う世界観っていうのが出てるかなと思います。僕これ見て最初本当に夜中寝れなかったですよ。トラウマになってますね。最初怖かったですね。保育園でも3匹のヤギのガラガラ丼の劇とかすると、トロル出てきた時にもうすごい泣いちゃったりとかして、でトロル役の先生もねいるんですよね、決まってるんですよ、はい、怖そうな先生が大体やってるんですよ。3匹のヤギのガラガラ丼を今日は紹介させていただきました。皆さんぜひ見てみてください。最後はトロルでお別れしたいと思います。誰で俺の橋をガタゴトさせてんのは。皆さんまたねー。